こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部、天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなこと、こんなこと、世の中にあるこんなことは、スピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるの？といった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは、囲碁の霊的な意味ということでお送りしたいと思います。はい。囲碁ってありますよね。碁ですね。碁には遊び方はいくつかあると思うんですけど、まあ、一番シンプルで、よく馴染みが深いのに、五目並べっていうのがありますよね。まあ、白と黒の碁石があって、で、どちらかを選ぶわけですけど、まあ、自分が黒い碁石だったら、黒い碁石を横か縦か斜めにこうね、5つ並べたら勝ちみたいなね。ただ、並べるには一直線並べなければいけなくて、その間に、その相手方の例えば白い、ね、石をこう置かれちゃったら、まあそこはダメよという話で、必ず一直線に、ね、5つ自分の、ね、陣の石を並べなければいけないという遊びですよね。これまあ結構一般的ですけど。だからもうちょっと高度な遊びになると、囲碁というのがありますよね。囲碁というのは囲む碁と書くように、囲碁の碁盤の上でですね、自分のその石をこう並べて、こう囲むんですね、エリアを。で、囲んでしまったエリアはもう石が置けないわけです。あえては石を置くことができないエリアになるわけですね。つまり、そうやって自分でこうエリアを囲んでいって、まあ、どれだけの陣地を取れたかっていうのを競うのが、まあ囲碁ですよね。昔、ね、光の碁っていうね、漫画がちょっとヒットしたことがあって、そこでちょっと囲碁とかね、結構ちょっと注目浴びてた一瞬ですけど、ありましたけどね。うん。まあ、囲碁っていうのも結構奥深いですよね。で、囲碁ってね、非常に不思議なゲームだと思うんですよね。囲碁と対象にあるのが多分将棋とかだと思うんですけど、まあ、将棋って、まあ、チェスとかもありますけど、西洋においてね。要するに相手の王を倒せばいいっていうね。まあ、ゲームですよね。まあ、戦争に見立ててるわけですよね。戦というか。だから、それぞれの駒があって、役割の駒があって、動き方とかが全部決まってて、で、最終的にどうやって相手の王を倒すかっていうね、いう話になるわけですけど、囲碁っていうのはそうじゃなくて、囲んでいって陣を増やしていく。ね、ちょっとマニアックというか不思議な遊びですけど、実はこれって、実は霊的な背景がありまして、囲碁はね、霊的なその実相をね、表してたりするんですね、実を言うと。というのは、やっぱり囲むと、そこは他のものが入ってこれない。同一の性質のもので囲むと、そこには異質のものが入ってこれないというね。そういう、実は霊的な実相がありまして、まあ、これのことを我々は結界と呼んだりするわけですね。結界を張るって言いますけど、結界というのは、まあ、基本的には生と俗を分けるためによく使われていて、まあ、例えば神聖なもの、神道で言えば神聖なものには、しめ縄みたいなものが張られて、そこにはしでと呼ばれている紙のね、飾りがね、まあ、つけられてたりするわけですけども、これは神聖なものですよっていう。あるいは、こっから先は神聖なところですよという意味で、目印になるものに、まあ、しめ縄とかあるわけですけど、まあ、それは一種の結界なわけですよね。こっから先は神聖なものしか入れませんと。俗なものは持ち込み禁止ですよと。ね、そういう意識的なバリアがあられるわけですよね。で、実は結界ってね、結界論みたいな話を以前したこともあるんですけど、実は結界っていうのは外から入ってこれなくさせるという意味もありますが、逆に言えば中からも出られなくなるっていう部分も実はあるんですよね。だからね、実を言うと親城っていうのはさ、ね、神様を祭り、そこにまあ鎮座してもらうためっていうのもありますけども、そこに鎮座していただいて、なるべくそこからで、動かない。まあ、動かないようにって言っても、神様は次元が高いですから、まあ、雨の通い所を通じてね、ね、深海と現世、現世というか霊界を、ね、行き来したりとかするわけですけど、でも、まあ、なるべくここにいてくださいっていう気持ちがあるわけです。ね、ここをすがすがしい場所として俗を退けますので、ここになるべく留まってくださいっていうね、だから結界というのはね、
閉じ込めるっていう意味もあるんですよね。まあ、閉じ込めるっていうと神様に対しては失礼なんでね、まあ、鎮座いただいて末永くそこにね、まあ、根を張っていただきたいという意味合いがあるわけですけども、だから結界を張るとそこには入ってこれないけど、逆に言うとそこにいる人はそこから出られないという、ね、意味合いもあるんですよ、ね、うん。まあ、霊的な意味合いで言えばですけども。で、まあ、なんでしょうね。さらに言うと、まあ、結界を張ると、そこには、そこにふさわしいものもが入ってくる。引き寄せていくっていう部分もあります。だから、神聖なものを結界で作り、で、囲むと、そこに、なんでしょう。それにふさわしいものが引き寄せられますよっていうこともあるわけですね。で、まあ、今回ね、ちょっと話したいのはね、まあ、囲碁の霊的な意味という意味で言うと、囲碁はそういった霊的な実相を表していて、囲碁は実は霊的な行為なんですよね。うん。実を言うと、まあ、ゲームであり、遊びであり、あるいは伝統的なね、まあ、その囲碁というね、まあ、教科みたいなのがあって、その、まあ、競い合って何段とかね、あってね、まあ、そういう伝統的な遊びでもあると同時に、非常にこの、霊的な意味合いを持っている遊びだということは言えるんですけども、で今回はですね、ちょっとね、結界というものが閉じ込めておくというね、まあ働きがあるんだよという話を、まあ、したんで、それについてちょっともう少し話を深めていきたいんですけど、まあ、霊的シーラというものがあります。霊的シーラ、シーラと言ってもいいですけども、霊的シーラとは何か、シーラとは何かというとですね、シーラっていうのは閉じ込めることです。簡単に言うと、つまり私たちはある意味霊的シーラの中で生きていると言ってもいいんですね。私たちが例えば今日本に生きてますけど、日本にいたら日本人らしくなっていくし、日本人らしく振る舞うことが要求されるし、何をもって日本人らしいというかは別だけども、少なくとも日本的な習俗とか日本的な文化とかがあって、それに合わせて生きていくことになりますよね。だから日本も一つの結界なんですね。日本という名の結界なんですよね。日本という名の霊的シーラがあるという言い方もできます。で、この霊的シーラというものがあって、この霊的シーラは私たちを ある種のらしさみたいなものを与えてくれるというね、ポジティブな面もあるのかもしれませんが、逆に言うとそこから出られなくなってしまうという意味合いもあるわけです。でも私たちがこう進化し成長していくためには、現状のその霊的シーラというものをぶち破っていくっていう行為が必要になる場合があるわけですね。結界を張ってその中でぬくぬくとしているとですね、その結界の中でこう埋もれて腐っていくというね、悪い側面もやっぱあるわけです。結界は自分を守ってくれるけども、でも結界は自分自身をの成長を止めてしまう場合もあるわけです。だから結界を張ってもいいんだけども、結界を自分から壊し、そこから出ていくっていうことをね、まあしていかないと成長がなくなってしまうという部分があります。なので霊的シーラっていうものを解放していく方法についてちょっと今日は触れたいんですね。まあ囲碁の霊的な意味というタイトルからちょっと少しずつ逸脱していきますけども、で、どうやって言ったらいいかっていうと、霊的シーラというのは、先ほど言いましたように結界です。で、結界で封じ込める作用のことを言います。結界の中に封じ込める作用のことを霊的シーラと言いますけども、例えば私たちの前にどんな霊的なシーラがあるかというと、会社に私たちは例えば属しますよね。まあ多くの方が学生を終えると、まずは大体どっかの会社に就職するという人が多いとは思うんです。そうじゃない人ももちろんいますけども。まあそういう人多いですね。で、そういう人はです、ね、会社に入るとどういうことが起こるかというと、まあ、会社に入ったら会社の就業規則があり、で、その中の業務があり、会社としての目的なんかもあるわけです。で、その会社には上司がいたり、先輩がいたり、まあ、入ったばかりの時は後輩いませんけど、まあ、同僚がいたり、で、その会社と取引のある取引先がいたり、あるいはその会社の中の業務があったりするわけですね。で、こういった一つ一つの同じく働く仲間たち、あるいはその中でやらなければいけない業務、従わなければいけない就業規則、会社の目的、ね、こういう方向で我が社はやってきますっていう、従わなければいけない。こういったものがありますよね。で、こういったものが実は、言うなれば、囲碁で言うところの石なんですよね。で、石で囲まれてるわけです。で、会社の
会社という名の会社色の石ですよね。石によって囲まれた空間に自分が入っていくわけですが、そこにコミットするわけですから。そうするとですね、会社という、会社の中の人間というふうな人格だったりとか、霊的な背景が出来上がってきます。そうするとですね、そこの会社人として、ふさわしい自分になっていくように働くわけです。それはまあ、必ずしもネガティブな意味ではないですよね。まあ、誰しも会社に属したら、その会社の中の社員としてふさわしい、ね、従業員としてふさわしい、振る舞いを求められるのはまあ当然のことだし、そうなっていくことがある種の会社員としての成熟するってことでしょうから、悪いこととは言い切れないですけども、でも、だんだんそうしてくるとですね、もうだんだんその、会社人間の、そのね、精神性が染み渡ってきちゃうんで、そうするとですね、会社の中で働く自分というね、そういう自分の枠組みから逃れられなくなってくるわけです。これが霊的シーラーなんですよね。で、これって結構悩んでらっしゃる方も多いと思うんですよね。会社が全てになっちゃってて、会社が休みとかになってね、家にいると何していいか分かんないみたいなね、そういう風になっちゃうのは、これは霊的シーラーなんですよね。うん、で、この霊的シーラーをじゃあどうやって解放していくかって話になるんですけども、その方法としては、一つは要素を崩すっていう方法があります。例えば、いつも会社の人たちとばかり付き合っていると、会社の結界というのは、ね、すごい強くなっていくんですけど、例えば会社以外の人の仲間、会社以外のところでの人間関係を作っていくという、ね、いう方法ありますよね。そうするとですね、少なくともその会社じゃない関係ない人間関係と交流している、例えば大学時代の友達とね、常に一回なんか趣味の会を開催してね、そこの活動をするとかね、まあ、そういうことをすると会社以外のものができるんで、会社という結界から抜けることができますよね。これが霊的シーラーの解放のまず一つのパターンです。で、もう一つのパターンはもう全く別の霊的シーラーというか結界をね、会社という名の結界を破るのは難しいならば、会社という結界以外の別の結界を作るんですね。まあ、例えばですけども、副業をするとかね。別に副業に限らないですけど、趣味のサークルを作るとかでもいいですけども、何でもいいんですよ。全く会社と関係ないところの結界を作るんですね。仲間、その目的も全く、目的とか、やることとか、ね、仲間とか人間関係とか、全部全く異なる要素の、全く異なる結界を作るわけです。するとですね、何が起こるかというと、選択ができるようになるんですね。会社という名の結界だけだと、会社の中で閉じこもってしまうんですけども、別の結界を作るとですね、私たちは意識的にそっちに意識を移動させることができるようになります。ね。まあ、そうするとですね、おのずと会社という結界のシーラから、ね、別の結界にこう意識を移動させるっていうことができるようになるので、そうするとですね、現状の、ね、現状囚われている霊的シーラから逃れることができるようになるという方法です。まあ、ちょっと少々マニアックな話をしておりますけども、まあ、ちょっとね、昨日というか前回ぐらいから、マニアックな話もしていこうかなと思うので、今回初めてだと思うんですけども、ちょっと囲碁のね、話を絡めて、ね、囲碁のに込められた実は霊的背景、ね、霊的な意味っていうのが、実は結界で、ね、結界にはいろんな作用があってね、でシーラっていうものがあると。で、そのシーラをどう超えていくかっていうのもテーマなんですよっていうようなね、話、ちょっとマニアックではあるんですけども、今回はね、思い切って話してみましたけども、何かの参考になればいいんですけども、まあ、こんな感じでですね、今後もちょっとずつマニアックな話もしていこうかなとは思ってますけど、まあちょっと、ね、どうなのかなと心配してる部分はあるんですけども、まあ何かご感想などがあればまた随時お待ちしておりますけども、ということで今回もね、シゴスピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。
シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピーチャーに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。